なんなら全部うちらの分あげようか。全部食べよっか。設定何？ほぼないんだけど。誰か新しい人。あ、はい、わかりました。新しい人だから こいつ。あ、さっきみたいなヤンキーなのがないけど。了解。はい、いただきます。マジかよ、もう。何、どうしたの？さっきね、聞いて。早弁しようと思って。ちょっと待って、ちょっと自己紹介してもらおう。うまっ。いいよ、はい、どうぞ。オッケー、ジョンね。ジョンちゃん。え、女ってジョンって珍しいね。ね、ちょっと聞いて、うんうん、はい、早弁をしようと思って蓋開けた瞬間、ジョンと一緒に早弁してたのさ。ね、してたよね。そう。で、うちらせーのでね、ジョンとお弁当開けた瞬間にお弁当先生に取られた。え、なのにお弁当ないの？え、てかそういえばさっき職員室行ったら先生お弁当食べてたんだけど。え、最悪じゃん。え、やば。青とピンク。うん、青とピンクと緑食べてた。ねえ、ジョンどうする？マジで言ってる。え、それやばくない？え、てか、え、ジョン転校先生めっちゃ災難じゃん。え、ごめん。え、ゆめといたからじゃん。ちょっとそれはひどい。ゆめ、ちょっと先生目つけられてんじゃん。だってさ、前だってさ、なんか授業中いきなりタバコ吸い出すね。それな、それな。違う。何頭湧いてんの？え、なんか筆箱から鉛筆取んのかなって思ったらタバコ出した。で、先生に言ったって、これチョコですみたいな感じで。ちょっと、あれ結構ガチでチョコだったんだよ。え、意味わかんない。え、だってさ、その後さ、私さ、ちょっと 今だから言うけどさ、夢の筆箱見てさ、タバコいっぱい入ってたから、ちょっと肩で切ったら全部クソだったよ。やば、何やってんの？その時は、あの時はチョコで、あの後職員室にちゃんと行って、これはチョコなんですって言って見せたら、チョコだねって言って食べたの、ちゃんと先生も。先生も食べた。先生も食べた。え、先生それ問題じゃない？あれじゃない？先生さ、夢のあのおべ…ねえ、汚いよ。汚いよ、うん、夢のお弁当食べるの好きなのかな。あ、大好き大好き。ジョンも目つけられたよ、うん、ごめんね、ジョン。え、てかさ、聞いてほしいんだけど。いい、聞いてもらっていい、うん、で、この間美咲とお泊まりしたの。うん、したね。で、なんか洗面台で顔洗ってたの。そう、顔入れ替わったの。そう、マジで、ほんとに聞いた。マジもうやべえなと思って焦って。もういい、あれ美咲の家だったの。あ、そうやばいね、もうインスタのストーリー上げたよね、そこで。マジで、ほんとにスノーかよとか言われたんだけど、ガチなんだよね、ほんとに。え、美咲、あれじゃなんか水のせいとか。そう顔入れ替わるとか何？マジ意味わかんないよね。マジ美咲ね、マジやばいよ。なんか歯磨きしてたの、したら美咲の口の中からなんかね、ニンニク腐ったニンニク。うわジョン、ちょっと聞かない方がいいじゃん。え、ジョン聞いて。マナだってね、あれだよ、あの歯磨きしてたらなんか魚の骨とかいっぱい出てくるし。マジ歯磨きしてんのって感じだけど。めっちゃ落ちまんじゃん。なんかね、魚食べてないのに骨出てきて。よかったね、うちら席帰って。うん、マジ一緒に来てれば多分4人全員揃ってたよ、顔。いや、私さ、ジョンとさ、前会ったことあるんだけど。え、顔見知りじゃん。いや、私さ、去年ここ転校してきたじゃん。うん、その前ジョンと同じ学校だった。やば、覚えてないの？嘘。え、それ好きなの？大丈夫。私だって名字変わったもん。あ、変わってきたから。へえ。てか私ジョンにいじめられてたんだけど。え、あ、それやば。修羅場やん、修羅場。やめてやめてやめて。まず KY だからやめてくれる？嘘。うん、大丈夫。開けんなって。おい、わしいの盛り上げてこ、ちょっと盛り上げてこ。え、何、じゃあこのグループに入んの？私嫌なんだけど。え、私入っていいと思う。え、どっちでもいい。え、でも前の学校って何があったかによらない。だって顔似てるだけかもしれないじゃん。え、ジョンって本当にジョンって言うの？え、ジョンじゃないの？あ、ジョン・マイケル、オッケー。マイケル、ジョン・マイケル、ジョン・マイケル。え、私いじめられたの松村ジョンだった。え、ごめん、めっちゃ勘違いした。なんでジョンだった？なんでジョンだった？焦った。え、すごい、もう本当に深いみたいな。マジ修羅場かと思った。え、ごめん、なんかめっちゃ勘違いしてた。焦った。え、泣いてんじゃん。え、ごめん、ごめん。え、ごめん、大丈夫、もう。ジョン、マジブス。え、ジョン、ブス。え、でも、最悪。最悪、みんなだけがブスになるよね。え、本当に顔そっくりなの。いとこ？あ、いとこだって。あ、いとこか。は？あ、ちょっと大丈夫。落ち着こう。全然関係ないから。うん。え、もう一人のジョンマイケルは1個かもしんないじゃん。え、もう一人のジョンってどんな感じ？松村ジョンってどんな感じ？なんかすごい、あ、まあ会ったことあるかもしんない。犬顔？なんか前エチュードクイーンになったって言ってた。あ、まあ会ったことある。エチュード？学校でエチュードやってんの？なんかペットショップにいたんだよ。マジで？金魚と遊んでたんだよ。へぇ、かわいい。マジで？普通に可愛かった、めっちゃ。うん、なんか髪の毛超サラサラって感じ。へぇ、うん、可愛かったよ、いい感じ。うん。
感じだった。そう、なんかこの前夢の親もね、なんか失踪したの。一回だけねいなくなったんだけど。あ、したね。あ、ニュースで流れたよね。そうそうそう。なんかおとまり言ってたよね。それ見つけたりしてたよね、マルチ。そうそうそう、そう。それでなんか結局見つかったんだけど、その時に一緒になんか失踪してたのがマイケル。は？え？何、マイケル浮気してんの？何歳あなた？マイケルと25歳だって。でなんか息子はマイケルジョンとか、うん、なんか留年らしい。え、でもやっぱりさ、え、留年の量多くね？やばくない？めっちゃ頭悪いじゃん。やば、マンジじゃん。マンジじゃん。あげってるね。うちらよりも頭悪いじゃん。え、ゆめなんか前、ゆめが転校してくる前の学校でさ、なんか偏差値をね全員で足して4で割ったんだけど、その時ですら32だったよ。へ、えー、それよりも低いってことでしょ。でもママたちもなかなかだね。なかなかだよ。何、どういう意味？偏差値。うちら割と頭いいよ。え、うん、うちらごめんね、割と。え、だってさ、あのさ、うちのクラスさ、特進とさ普通のとこ一緒じゃん。うちら特進だからさ、ね、特進だよね。え、ちょっとここに壁作らないで、うん、やめて。ジョンどうすんの？無料だよね。だって私たち偏差値100だから、ね、そうそうそう、受講料無料。受講料無料だから。むしろ毎月100万振り込まれて。え、分かる。嘘だ、嘘だ。先生たちうちらに逆らわないもんね。え、うちらめっちゃ逆らえるよね。え、なんで逆らえないの？弁当取らないで。言うても弁当倍にして返してくれる。ああね、いいじゃん。受験の、ちょっと受験の。え、なんか聞いて、なんかこの間リップ取り上げられたの、うん、で、なんかあの取り上げられて返してもらって見たの、そしなんかめっちゃ減ってんだよね、リップの。え、なんかそれやったら先生つけてた、それおかげだよ。だって60歳のおじさん、なんかマニキュアだと思ってたのか、なんかすごい口に塗った後手につけてて、マジやばいんだけど。それはリップつけてるんだけど、うわー、うわー、うわー、だけど超きたね、超きたね。え、ちょっと、え、キモウケるんだけど。え、マジで、え、マジで。え、ジョンもハンドクリーム剃られたらしいだよ。え、終わったじゃん。半分なくなって帰ってきたでしょ。え、ジョンいつ転校してきたあなた。え、今日でしょ。今日、さっきでしょ。え、すごい。さっき隣じゃん、席取られてたもん。え、初日にその先生やらかすか。え、でもやらかせんだね。何、え、ちょっと先生訴えよう、キモい。え、うちらなら訴えられる。え、じゃあ偏差値100だから。行こう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 。うわ、無理だわ。キモい。どうする、どうもしないか。うん。え、私先生あの人がいい、え、ゆめ、ニーズキがいい。あ、私も、え、かわいいよね。かわいいよね。ニーズキかわいいよね。ニーズキ超かわいいってね。なんかだけど、今日さ、めっちゃ鼻水かんじゃん。ティッシュ箱持ってる。ティッシュ箱持ってる。ティッシュ箱持ってる。私、中村先生も好き。なんかめっちゃちっちゃくてさ、なんか、確かに黒板に手が届いてない。あ、かわいい。書いてあげようかな、みたいな。そうそうそう。でもさ、アレクサンドラって人いるじゃん。あー、誰？なんか桜木ってさ、アレクサンドラと仲いいじゃん。あ、そうだね。え、でも、え、でもなんかアレクサンドラで付き合ってんだけど。え、あ、ごめん、なんかやめ。ねえ、また白髪作った、ぶっこんできたわ。ねもう、キョコペンプンまでどうしよう。ムカチャッカしたじゃん、今。マジ壁できたんだ。ムカチャッカファイヤー。え、仲直りした感じ。話していい、話していい。なんかどんどん強くなってたけど、大丈夫そう。怖い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 。またジョン泣いちゃったじゃん。もうごめんね、ほんとに。自然に離れたんだけど。はーい。はい、じゃあ、なんと市外3人、市外。